重要参考人探偵は、絹田村子による日本の漫画作品である。増刊フラワーズにて2013年初夏号から連載され、後に本誌の月刊フラワーズに移籍して、2015年9月号から2018年2月号まで連載された。単行本は、フラワーコミックスアルファより全7巻が刊行されている。 2017年10月期にテレビ朝日系でテレビドラマ化された。モデルのネギ系は5歳の時に初めて林の中で死体を発見したのを皮切りに幾度となく様々な死体の第一発見者となる不思議な体質になってしまった。死体を発見するだけならまだしも慣れから生じた落ち着きぶりと仕事優先の逃避の行動ゆえにしばしば重要参考人として疑いをかけられてしまう。 事件発生時、周囲の人間は、全員が刑を犯人だと信じて疑わず、切れやすい性格が、あだとなって、容疑者にされ手錠をかけられるのは、珍しくない。無実を知るモデル仲間の、推理オタクのスオーサナンパスキのシモンフジウマと共に、自分にかけられた容疑を晴らすため事件に立ち向かう。しかし事件に遭遇する中で、刑自身も知らない謎が浮かび上がる。 2017年10月20日から12月8日まで毎週金曜日23時15分翌0時15分にテレビ朝日系の金曜ナイトドラマ枠で放送された主演は玉森裕太モデルのネギ系はなぜか様々な場所や場面で死体の第一発見者となってしまう得意体質な男である大学の同級生である交際相手 サオトメカリンを面倒に巻き込んでしまわぬよう、彼女には理由を告げずに別れていた。数年後、モデル仲間の巣を引きし、シモン・フジウマと共に仕事で出席した時計メーカーのパーティーで主体の第一発見者となってしまったケイは、刑事として現場に現れたカリンと再会する。ケイは警察に嫌疑をかけられるが、 時とシモンの助けを借りて、真犯人を推理し、自らの疑いを晴らした。しかしその後も連続して、殺人事件の第一、発見者イコール重要参考人となってしまったため、上司である刑事、登る一学にカリンは、非番の日もできるだけ刑を見張るよう命じられる。ある日、いつものように、刑、時、シモンの三人は、 モデル事務所社長、波江志之助に仕事を任され、石長島の温泉旅館を訪れるが、K は騎士官を覚える。そして旅館で殺人事件の第一発見者となってしまった K は、警察が来るまで隔離された離れの部屋で、20年前にこの島で起こった石長島交番警察官殺害事件のスクラップ記事を発見する。その事件の被害者が自分の父、 渡る木用人であることや、それを発見したのが7歳の自分であったこと、その場で誰かに首を絞められて気絶させられたことを思い出し、K はショックを受ける。犯人は未だ捕まっておらず、また現場に残された大量の覚醒剤により、用人には薬物密売の疑いがかけられたままだった。事件の真相究明を決意した K は、 温泉旅館での殺人事件を解決した後、石長島交番警察官殺害事件を取材していたフリーライター、四季、和彦とコンタクトを取る。しかし事務所で何者かに襲われた織りは、瀕死の状態で、刑に鍵を託して、息を引き取る。刑は織り虚殺害の容疑で指名手配されるが、時や指紋、そして用人の無実を信じているという警視庁。 捜査一課長、古戦厚氏の手引きにより検問を突破。託された鍵で USB メモリを手に入れる。USB に入っていたのは指定暴力団石上組という画像ファイルや山田太郎名義の折居への入金記録などだった。一方、 同じく20年前の事件を追っていた党うとかりんは、当時、警察内部の不祥事を隠すために捜査が打ち切られたことや、その捜査本部の管理官を務めていたのが、現在の警視総監である吉倉誠二だったこと、覚醒剤の出所が石上組であったことや、警察内部に内通者がいたことなどを突き止めていた。独自で動くことに限界を感じた警は、 警察内で唯一信用できるカリンに USB のデータを託すが、カリンは何者かに拉致され、データを渡さなければ命はないと何者から脅しを受ける。K たち3人はカリンを助けるため倉庫の屋上へ向かうが、そこには味方だったはずの古戦を含む警察が待ち伏せていた。身柄を拘束されたケイは火事場の馬鹿推理で、 自分たちの行動が筒抜けだった状況から古戦が真犯人であると推理する。推理を聞いた党は自身の首をかけて古戦の身体検査を行い USB メモリを発見。証拠を突きつけられた古戦は高笑いしながら20年前の自白を始める。 そして古戦は、ゲームのように、K に自分を殺させようと挑発したり、K がカリンの死体の第一発見者となるようトラップを仕掛けたりしていたが、K がカリンを無事に救出したため、膝から崩れ落ちる。古戦逮捕により、用人の無実が証明され、K は死体を見ることがなくなっていた。そこでカリンと改めて今後の話をしようと歩き出した。途端、目の前に人が転落し、 またしても K が第一発見者となってしまったところで物語は終了する。同盟漫画を実写ドラマ化したコメディミステリー作品。毎回主体の第一発見者となる主人公が仲間二人の助けを借りて推理をする一は完結形式である。主題歌のキスマイフット2赤い果実は本作のために書き下ろされている。物語のメインとなる。 モデル仲間の3人組は玉森裕太、小山慶一郎、古川雄希が務めた。主人公、慶を演じる玉森は、いつも、死体の第一発見者になってしまう役の特性から、毎回同じようなことが起きるからこそ、演技やリアクションを変えていこうと考え、特に表情について、監督と話し合うことで役作りに臨んだ。推理マニアの時を演じる小山は、玉森の事務所の先輩であり、 連続ドラマ出演は約5年ぶり。小山自身は久しぶりにドラマで演技をするため難しさを感じていたが監督から元に近い感じを求められることで役柄をうまく解釈できるようになった。コミカルに女性をナンパするモン役は演じる古川にとって初めての挑戦となった。古川はこれまでクールな役柄を演じることが 多かったが、本作では、茶色の眉と長髪のかつら、アイラインなどで外見を変え、社交的で可愛らしい役柄を演じている。主人公たちはモデルを制御としているため衣装は多様であり、K はシンプル、音像誌の時は育ちの良さそうな服装、シモンはパリの美大生のような雰囲気のファッションが特徴である。 また第4話の劇中劇では1970年代に日本で流行したパンタロンやロンドンブーツ、またシャーロック・ホームズ風の探偵衣装を着用している。一方で男性陣が上半身裸になって筋肉を披露するなど深夜番組ならではのサービスカットも随所に現れている。本作はセットにも強いこだわりを持っている。 舞台となるモデル事務所ウェーブについて監督である塚本連平は最低限の指示をするのみだったが美術スタッフによってミッドセンチュリーっぽいアメリカンな感じを意識して作られた。これは滝藤方一演じる事務所社長の衣装から着想を得ておりレトロな家具やレンガの壁が特徴となっている他にもパーティー会場やロッジなど数々のセットが 制作されており、特に第4話の舞台となる劇場は、監督である小松隆氏の意向によって原作に忠実な平面図を書いた上で、実在する劇場の中にセットが立てられた。本作では、SNS の利用が活発であり、出演者のオフショット掲載や、オンイア中のリアルタイムツイートなどが行われた。またドラマの放送に先駆けて、2013年に玉森が同じく、 金曜ナイトドラマ枠で主演を務めたテレビドラマ信長のシェフが関東地区で再放送された。同ドラマで玉森演じる剣を支えた夏役の志田未来は本作の第2話に女優オツ原ゆり役でゲスト出演。劇中には二人の戦国時代以来450年ぶりの再会を示唆するセリフが存在するほか、 第3話の主人公が包丁を持つシーンで、信長のシェフのテーマ曲が流れるなどの小ネタが登場した。さらに、本作の主要登場人物である、登る一学を演じる、豊原康介は、第5話にて、トレンチコートを着用。同じく、金曜ナイトドラマ枠の、事故警察十文字疾風役を思い起こさせる、この演出は、同ドラマで監督を務めていた。 塚本蓮連平により撮影された。また、第2話に出演した、中山優馬は、ピンと、粉以来に玉森と共演。第4話に出演した、矢作ぎ子は、いたずらなキス、ラブイン東京以来に、古川優希と、雑誌、ノンの専属モデル以来に、荒木優子と共演するなど話題を集めた。ザテレビジョンの試写室では、第1話のレビューで、 メインを張る契約の玉森、最悪の小山、指紋役の古川は、絶妙に役割分担された三人であり、他のキャストもバランスが良く、いろいろな層のファンが楽しめる作品であると評された。同じく、ザテレビジョンでは、一見するとモデルたちを中心とした女子受け、作品だが、その実、金曜ナイトドラマは暮らし、ミステリーと小ネタが効いた作品であるとした。一方、 ザページで、シワ工事は、謎解き自体はわかりやすく、本格ミステリーというよりは、イケメン3人を楽しむドラマと評した上で、玉森の芝居は魅力的であるとした。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話最終回主要キャスト4人の座談会や、制作発表記者会見、メイキングなど、計113分を超える、 特典映像も収録された DVD と、ブルーレイが2018年6月6日に発売され、6月18日付け、オリコン週間 DVD および BD ランキングのドラマジャンルで共に初登場1位でランクインした。ありがとうございます。